どうも皆さんこんにちは。マリオメーカー2。皆さんから応募いただいたコースを紹介させていただきます。コースの応募方法は2つあります。1つは、概要欄一番上に記載のフォームから応募いただく方法です。その場合は、このように動画の方で紹介させていただきます。2つ目は、コース募集配信です。これは毎週月曜日と木曜日の22時から行っておりますので、ご希望の方はご都合の良い方に応募いただければと思います。では行きましょう。過去を一掃するスピードラン、喜怒哀楽、すべてのコインを集めて喜び、騙されて怒り、すべてを失い悲しみ、最後には楽しみが待っています。喜怒哀楽を楽しめるスピードランです。クリア率 0.36%、 黒猫さんのコースですね。はい、ではよろしくお願いします。喜怒哀楽が楽しめると。はい、まずは土管ですね。で、鍵ドアがありますんで戻ってくる感じでしょうか。あー、そんな感じですね。あー、これはまずしゃがんで、で、壁キック。あ、でも結構ガイドがしっかりしてますね。で、Z、 あれ、なんか変な感じになっちゃった。ここはもうヒップドロップしちゃって OK っぽいですね。で、壁キックしての、ほいほいほい、バネバネで、 Z、 壁キックで、壁キック、くるんくるんくるん、これは壁キック、くるんくるん。あー、ここもしゃがみですね。で、 P スイッチでしょうか。 Z OK かな。ヒールは入りました。そしてバネバネバネ、間に合うか。危なかった。間に合いました、ギリギリ。そしてドア入って、これは上でいいのかな？で、ヒップドロップして、あさあ、帰ってきましたよ。ヒップドロップして、ヒップドロップして、1、2、3。待って、3段ジャンプになってないわ。1、2、3。よし、いけた。で、あー、間違い。こう、こう。待って。バネ。おい。で、ヒップ。おい、くるん。ほい。おい。ほい。1枚、ピンコ1枚取りましたよ。壁キック、壁キック、壁キック。届かないか。よし。今度は OK ですね。で、次は OK?あー、この狭いとこ通るんか。で、帰ってきましたよ。ほい。ほい。で、あー、こっちか。出た、3段。一応出ました。で、一旦ちっちゃくなっておくですね。P 踏んで、右か。もう一回右か。あー。1、2、3段。1、2、3。ヒップドロップして、で、P 踏んで、もう一周。1、2、3。はい、OK。で、上上がって、壁キック、ジャンプ、バネ、バネ、1、2、3。OK。で、こうか。ほい、いけた。はい、ヒップ、いや、ヒップはしなくていいな。なー、余計なジャンプしてしまった。はい。で、着地して、で、鍵ドア取っ、鍵取ってドアですね。次は、ほい。ヒップ。あー、で、こっちか。で、こっちかな？土管ですね。OK。残り37秒。ナイス中間、ありがたい。1、2、3。あれ、間違えたっぽいな、これ。3段じゃなかったんか。下か。マジか。これがあれかな、喜怒哀楽の悲しみの部分に当たるんでしょうかね。なるほど。あ、そうか、こっからなのか。ハンチキ使ってますもんね。で、ホールド、Y プラス、Z プラス、左。半自動ってことですかね。Y プラス、Z プラス、左。あ、こっからかな？押しっぱなしにしてます。あー、マジか。まさかの今まで通ったルートとは別ルートになって、ピンクコインをしっかりこれ回収してってますね。
なんと半自動です。あ、これはすごい。いやー、こういう風になるなんて全く想定してなかったですね。これで喜怒哀楽の意味が分かりましたよ。さっき中間取った時に悲しんでしまって、でその後に最後は半自動で楽しむってことですね。楽できるってことですね。で鍵ドアに入ってでゴールと、あー、まさに喜怒哀楽ですね。はい、ありがとうございました。素晴らしいコースでした。相手のレベルが上がっていくボスラッシュ、相手が徐々に強くなっていきます。クリア率 0.79% でトキさんのコースですね。ではお願いします。だんだんとボスが強くなっていくわけですね。はい、中間もあるということで、まずは第一中間を目指していきましょう。レベル1かな。まずキノコを取って1戦目、あーでもこれはクリボーだから大丈夫ですね。羽根つきはヒップドロップした方が1回で倒せるんで楽ですね。ということで鍵ゲットです。そして2戦目でしょうか。ここはなんだ、ほい、キノコですね。もしちっちゃい場合はキノコになれるわけですね。さあでは2戦目はカメックかな。なるほど、キラーも飛んでくると。ほい、ちょっと待って、一旦待ちましょう。カメックって遠くに行くんでしたっけ、マリオの位置と。あ、そういうわけじゃないか。とりあえず鍵ゲットで避難しました。そして3戦目キノコですね。はい、では行きましょう。3戦目、はい、こちらはブンブン戦でしょうか。ちょっと足場が不安定、不安定というかトゲがあったり上からも弾が飛んできたりっていう感じなんで、そこだけ気をつけていけば大丈夫そうですね。 OK、 3戦目クリア。そしてナイス中間です。次4戦目ですね。はい、ここまではノーミスで来られましたよ。はい、次何でしたっけ、これ意義でしたっけ。やば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 、ちょっと待って、スピンで避けますか。このキラーだけは気をつけて、迂闊にあんまり動きすぎない方がいい気がしますね。はい、2回キラーは踏んで、ここだったら上からの弾には当たらないので割と安全でしょうか。キラーは気をつける。ちょっと待ちましょうか。どうしようかな、左に行きたいんですけどちょっと行きづらいかな。うわでキラー踏んで、甲羅状態がどこで解除されるかにもよりますよね。はい、 OK、 よし、4戦目クリアです。そして次5戦目ですね。キノコゲットしていきます。なるほど、今度は滑る、いや、しかもプクプクもいるんか。ここでスピンジャンプした方が楽かな。はい、踏んで2回、もしかここも安全かな意外と。あ、待って、でも右から炎来てるの、あれクッパか。あー、まあ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 、はい、 OK、 5戦目クリアです。そして6戦目ですね。キノコ取っていきましょう。この後に多分また中間があると思うんですよね。なるほど、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。一回どこが安全だ、ここですか、ここにしましょうか。キラーさえ気をつければ。でもキラー怖いな、やっぱり。踏みましょう。ああ。いや、これむずいですね。やっぱり最初にまず被弾しちゃうんですよね。何回かやってるんですけど、最初被弾なしで行くことができまだ1回もできていません。で魔法出される前に倒して、今2回ですよね。でキラー気をつけて、来た、よし、やっと行けました。で、あー、ナイス、第2中間です。あ、今度はフラワーですね。ここはなんだ、あ、結構強力なアイテムもらえるんですね。メットかぶってフラワー状態です。では7戦目、あ、クッパか。クッパ戦はもうフラワーで、これあれかな、倒すしかないから被弾したら終わりかな。危ない、ちょっと待った、メットもうまく活用しながら、頭は大丈夫なんで、よし、 OK、 ノーダメでいけましたよ。
6戦目よりは楽に感じましたね。うん、待って待って、びっくりした。もう終わりかな。なんとなく終わりみたいな感じですね。オッケー。じゃあ最後は1アップ、そして、あ、上、あ、待って待って、なんか上にコインありましたね。ここツタだったんかな。ツタ登って上のコイン取れたのかもしれませんね。はい、ありがとうございました。では今回はここまでにしたいと思います。引き続き皆さんからのコース応募お待ちしております。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。